はい、そういうことでございまして、今回ですね、このチーク菓子、作ってみたいなと思うんですけども、どうですか？お祭り屋さん、パン屋さん、お寿司屋さん、ハンバーガー、ドーナツ。あ、こんな小さいのね、そんなに手間かけてやんだ。すげえじゃん。あ、これちょっと楽しみだね、いいんじゃない？てててて、ひろのみスイーツ、まかれチャンネル。バーン、楽しいお祭り屋さん。さあ、これからですね、お祭りの季節ですので、はい、これ行った気分で私はこれで喜んでみようかなと思ってます。はい、お祭り本当に行く人はね、楽しんでください。ただ僕は多分行けないんです。なぜなら試合があるから。ええかいにせや、お前。ゲー、まずはトレイを切り離そう。 OK、 分かった。ほら、ベーン。お、点線に沿って綺麗に切りましょう。よし、リンゴ飴を作ろう。トレイにカップ2杯のお水を入れます。これですね。そりゃそうですよ。あの、リキちゃんマンの癖がついてるね。そこにリンゴ飴の素を入れてスプーンで30回かき混ぜますって書いてあるよ。あ、これ入れとこ間違えてた。これだ。よし、はい、リンゴ飴の素入れます。リンゴ飴を、お、ゆるいな。30回入れたらすぐにリンゴ飴の型に入れます。これか。だからすぐ入れろって言うの。やべえ、ちょ、言い過ぎた。んでポテトを作ろう。どういうことやねん。ギザギザトレーだから、つぶつぶトレーで、トレー欲しい、トレー欲しい。うん、いいんだ。今ね、ちょっと分かってた。これで大丈夫だ。で、なんだっけ、ポテトの素、ポテト入れます。粉がなくなるまでよくかき混ぜるんだって。ん、いい感じになってきてないな、これ。ほら、練り込めば練り込むほどいいっしょ、これ。ほら、これをギュッとここに下に詰めての、どうや、そういうことです。ほんで、すごいね、これ根気がいるね。これいいんじゃない。ほら、こんな感じだ。そしてトウモロコシを作ります。つぶつぶのトレーに、つぶつぶの素の袋の半分ぐらいは、つぶつぶの素、つぶつぶの、つぶつぶの、つぶつぶの素、つぶつぶの素を袋の半分ぐらい入れます。これをつぶつぶトレーの下に敷き詰めるんだって。敷き詰めるんだってよ。あ、ほんとだ、つぶつぶだ。これに敷き詰めるんだぞ。すごいね、今こんなんでやるんだね。これすげえ、なかなかよ、本当に。で、つぶつぶ半分入れます。自分のトレーニングそこに敷き詰めました。はい、トウモロコシキャンディーを真ん中のスプーンで切りました。で、この形に整え前、20回もこないの。これ何、トウモロコシの素で、これを、はい、で切りました。20回こねんの。うん、こんなもんだべ。あー、そうか、これまぶすんだ。俺はなるほど、手こんでるね。いいじゃん。トモロさん、他になかったら中だけ、まだ半分か。いいんじゃね、これ。ほら、ベーン。そしてバナナ、チョコバナナを作ろう。2杯の水入れて、バナナの素を入れてよく混ぜます。バナナの型に入れて指でギュッと押し付けます。はい、かき混ぜます。匂いバナナ、バナナ、あー、いや違う。お菓子の匂いだな。
でも楽しいよね。大人の俺こうやって作ってると楽しいもん。本当ですか。うん。プロレスラーでも楽しめますか。全然楽しめるね。おそらく吉田氏後藤あたりは多分喜ぶね。そう、うん、夢中になると思う。意外と、うん、いいんじゃないこれ。よし、これをギュッと押します。指でギュッと押します。そしてチョコソースを作ります。カップ一杯飲みるね。 OK。 よし、バナナを片にくるまず3つの分ける。あ、なるほどなるほど。あ、これちょっと見えてきた展望は。はいはい、これ面白いんじゃないこれ。よし、この用紙にギュッと入れます。バナナ、バナナっすよこれをね。俺こうかけるわけよ。こうチョコバナナ、半分がチョコ半分がバナナ。これどう、こんなのこの上にちょっと並べて。あ、上に並べて。そうだよ。ちょっとね、3本、3本だ。よし、待ってください。まだちょっと、まだありますからね。よし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 。バナナっぽいでしょ。ね。はい、これにこれかけます。どうこれ、完璧じゃないこれ。さあ、お祭り屋さんの開店だよ。用事で肩からリンゴ飴を、端からくるっと、くるっと取り出します。え、こういうことだねこれ。面白い。子供向けのお菓子はすごいね。完成です。てってでー、楽しいお祭り屋さん。どうすかこれ。ゲッ、まず何からいく。リンゴ飴かな。あ、自信作ですか。自信作です。リンゴ飴です。あ、じゃあリンゴ飴じゃない、チョコレート。はい、リンゴ飴いきます。はい、いただきます。ああ、おいしいね。本当ですか。おいしい、リンゴおいしい。あ、これ全然いける。んで次、はい、トウモロコシです。これはね、グレープだね。いただきます。うまい、ナイスグレープ。あ、食感がいいな、やっぱり。で、ポテト、これいきます。ポテト、ポテト。これなんだな、食感がしけたポテトみたいな感じ。そんな感じなの。うん、で味がパインでちょっと救われたかなって感じだよね。うん、で最後見てください。いただきます。うまい、ナイスチョコバナナ。これうまいね。あの、完全にあのチョコが効いてて美味しい。うん、あ、なんだこれ。作った充実感と味のしっかりさが出てて、子供には本当に喜ぶの。大人でも喜ぶ。俺いい大人だからね。そうですね。すげえ面白い。俺いいわ。うん、どうでしたか。いや、最高にお祭りやろうになりました。食ったから最高でした。